じゃあその寝返る作戦が失敗したとして、その後はどうするんですか？それを話すには一つ確認しておきたいことがあるんだけど。何ですか？俺は勝つためだったらどんな手段でも使うって言ったよね。君はそれに賛同できるの？もっと直接的な言い方をすると、君は俺に絶対服従を誓える？こいつ私を脅してるつもり？でもまあ、それも面白いか。いいですよ、このゲームに勝てるなら。もちろん俺に従えば絶対に勝てる。わあ、すごい自信。それじゃあ話すよ。私が女かどうか聞いたのね。それにしても片桐雄一、こいつは思ってた以上の最低なクレイジー野郎だ。